本日は日蓮宗宗務院主催日蓮宗徒画学にご来場いただき誠にありがとうございます。まずはじめに所管であります長谷川雄一伝道部長よりご挨拶申し上げます。こんばんは。本日ここにたくさんの皆さんにご来場いただきまして誠にありがとうございます。仏教や日蓮宗っていうと普段は、お葬式とか法事っていうイメージしかありませんけども、日蓮宗には素晴らしい伝統文化科学の世界が、あります。どうぞ短い時間ではございますがその世界を堪能いただいて、新たな仏教、そういうところにも触れていただければ幸いと思いましてこの企画をいたしました。どうぞ短い時間ではございますがゆっくりとお過ごしいただければ幸いでございます。本日は誠にありがとうございます。それでは早速日蓮宗徒画学お楽しみいただければと思います。失礼します。本日は日蓮宗宗務院主催特別講話雅楽演奏会日蓮宗徒雅楽にご来場くださいまして誠にありがとうございます。令和の御世になりましてから新型コロナが蔓延いたしまして人心安からぬところがございます。そしてこの講話の機会もしばらくの間お休みをいただいていたようでございますがしかし今宗門では改めて命に合掌、これを服用方針といたし活動を再開しているところでございます。さて本日はその一環といたしまして日蓮宗徒雅楽について少しくお話をさせていただき雅楽音楽をお楽しみいただきたいと思っております。ただいまお聞きいただきました楽曲は雅楽楽器で演奏させていただいた日蓮宗宗歌立ち渡るでございます。ご案内のない方にご説明いたしますと宗歌といいますのはまさに文字通り日蓮宗の歌でございます。学校で持つならば校歌です。日本国で言うならば国歌君が代でございます。それぞれの主体性アイデンティティを表現する大事な歌曲になります。それでは早速雅楽のお話を始めてまいりたいと思いますが本日お話の進行役を仰せつかりました私日蓮宗東京雅楽講習会の演奏団体橘雅友会において代表を務めさせていただいております下宮隆澄でございます。
どうぞよろしくお願いをいたします。そもそも日本音楽の源流であります雅楽と申しますのは、日本から古来からあります神楽歌や久米歌などに加えて、6世紀頃になって仏教とともに中国や朝鮮半島から日本に伝来してきた古代アジアのいろいろな漢弦、そして舞楽が融合して完成された音楽芸術の総称でございます。これらはほぼ10世紀頃になりまして、その様式が完成されました。以後日本の宮廷音楽として、また神社や寺院において神様、そして仏様に捧げ奉る音楽として、ほぼその基本的な様式を変えることなく、今日まで大切に伝承されてまいりました。さて次の管弦でございますが、この特別講話演奏会では最初に表情の寝取りという三眼、宝鐘、七力、流笛、そして二弦、楽琵琶、楽奏、この調子合わせを高度に音楽化した短いプレリュードを前奏曲として演奏いたします。続けて絵天楽です。この曲は雅楽といえば絵天楽、絵天楽といえば雅楽と言われるほどとてもポピュラーな楽曲でございまして、仏教形式または神道形式の結婚式などにおいて必ずと言ってもいいほど演奏されております。ですから本日ご来会の皆様、一度や二度はお聞きになったことがあろうかと思います。この楽曲は表情から大式調、そして晩式調に私物として転調、失礼しました、移調された同名の曲がございます。この楽曲はわずか3行から成り立つ短いものですが、この第3行目だけは大式調にこれは転調されていまして、この楽曲の構成にその面白さがあるわけでございます。またこれは福岡の民謡黒田節や中世の古典曲であります絵天楽今用に影響を与えたり、近世になりましてからは宮城道夫先生によって邦楽絵天楽変奏曲に編曲されたり、日本国の国歌君が代の作曲者の近衛秀丸先生によって管弦楽曲絵天楽に編曲されたりもいたしました。それではその表情の寝取り並びに絵天楽をどうぞお楽しみください。
清聴誠にありがとうございます。舞台転換の都合も含めまして、多少お時間をいただきまして、続きまして照明の部のご案内をいたします。その前に、本日日蓮宗と雅楽というテーマに基づきまして多少のお話をさせていただきたいと思います。私は先ほど、神社や寺院において神様仏様に捧げ奉る音楽としてほぼその基本的な様式を変えることなく今日まで大切に伝承されてまいりました、そっとそのようにお話をさせていただきましたが、その一例が日蓮宗総本山身延山久遠寺において続けてまいりました雅楽の制度でございます。つまびらかには身延山史という本をご参照いただければよくわかります。身延山年中行事という本の中には主樹のご法要の式次第の中に楽、という言葉、雅楽の楽の文字でございます。これを見ることができますし、雅楽を演奏する生徒の学生についても数多く書かれております。また舞楽についての説明におきましても、祖山における舞楽の乱唱、すなわち起源のことでございますが、この乱唱は日蓮大聖人御在世の身に延年の舞を京一丸、喜寿丸の章に若僧衆それぞれ舞詩に始まれり、されど200年の間このことが継続されていたかもしれないけれど記録に残されていない。そして身延第11世行学院日朝上人の時に至りて再び復興せられたりと言うべしと、そのように書かれているのです。この延年の舞といいますのは、大きな寺院や神社などの大法要御祭礼の後に崩落または余興として奉行される芸能一般を意味いたします。それは白拍子であったり里神楽であったり、その中の一つとして雅楽のまた舞楽のそういう伝承があるわけでございます。最近では令和2年2020年のことですが、1月13日身延山のお年頭会において、約150年ぶりに延年舞楽両王が奉納されております。また京都におけるお話になりますが、室町戦国期の公家山科時継の時継狂記という本が日記がございます。これは1527年大英7年から1576年天正4年にわたるほぼ50年にわたって書かれているものがございまして、多くの公家や装飾とともに法要や雅楽の交流を深め自らもその研鑽を積んでいたことが数多く書かれております。その中にも、日蓮宗、この言葉は日蓮の主上の意味との文字が当てられておりますけれども、大名坊などの4人の日蓮宗が照明や雅楽にご縁を持っている様子も書かれております。これは何を意味するかと申しますと、十種供養という法儀に由来します。十種供養といいますのは、仏様に供養するお花や種樹のお香や堂内のさまざまな聖言など十種類の品々を意味いたします。その中の第9番目に儀楽の供養、今の言葉で言うならば音楽、雅楽の供養にあたるのではないでしょうか。それは法華経法師本の儀楽果樹をもって、供養し苦行し散談すると書かれていることにもよるわけでございます。また享禄4年1531年10月13日京都妙見寺で厳修された日蓮大聖人第250年、恩義法華経一部独自法会の記録の中にはこのような式次第、表情の寝取り、ついで三大円の旧一辺、ついで花壇、ついで法華経一の巻、ついで五正楽の旧、ついで二の巻、三の巻、四の巻、太平楽の旧、五の巻、六の巻、老君子、七の巻、八の巻、慶徳二変、花壇、このように雅楽と読経とが交互に組み合ったそういうご法要を厳守しているわけでございます。すなわち日蓮宗においても雅楽が
非常に積極的に取り入れられている様子を伺い知ることができるわけでございます。そんな次第をもって本日のプログラム酵素酸をお聞きいただきたいと思います。そもそも酵素酸の酵素と申しますのはもちろん日蓮大聖人のことでございます。時に昭和56年10月日蓮大聖人第700恩期大法要の奉行にあたり大本山池上本門寺様のご依頼を受けまして立正大学名誉教授練馬大乗院第39世戸田光行先生が酵素酸の漢詩を作詞されました。この作詞に天台宗京都大原御山実行院住職天野伝中先生のご助言のもと日蓮宗称名道士池上本明院第59世早見日宗上人が天台称名曲天台大師三重句の画賛に当てはめ基本的な歌唱法を研究され称名曲酵素酸を完成させました。次来早見日宗先生のご指導のもと日蓮宗の各所でこの曲が奉納されてまいりました。しかし立花外遊会ではこの称名曲を単にお唱えするだけにとどまらず酵素酸にさらに雅楽の漬物を補曲し多様性を深めたバージョンを完成させました。雅楽の漬物は現代音楽作曲家桑原優先生でございます。彼女は現代音楽フィールドを中心に活動される作曲家でございまして2021年17人の奏者による二軍のアンサンブルのためのタイムアビスで第31回芥川泰司サントリー作曲賞を受賞されつい先日20日のことでございますがいわき市芸術文化交流館劇場で20人の装飾による新作唱名螺旋曼荼羅会へを発表しております。さて原曲の詩は先ほどご案内いたしましたように日蓮大聖人第700恩期にちなんだものでございましたので本演奏会におきましては詩の一部を改作させていただき日蓮大聖人ご生誕800年にちなんだものにさせていただきました。それでは酵素酸雅楽漬物をお楽しみいただきたいと思います。
しい。